どうも皆さん、こんにちは。ワンダーバルーン手札全部捨ててが役リュウです。さあ本日はデュエルリンクスラジオのお時間でございます。本日のテーマはこちら、デュエルリンクス発売後即規制されたカードランキングトップ3。はい、ということで、本日の、動画ではコナミの闇をね暴いていきたいと、思っております。まあ、いろんなね、こんだけあるんですよ。見てください、こんだけ、まだここに収まりきっていないリミットカードさえもあるぐらい、まあ、これあの牢屋なんですけども、こんだけまあリミットかけられたカードが、まあ、たくさんあるわけですが、その各カードによってですね、あのリミットを設けられた、まあ、その期間っていうのが結構変わってるんですね。まあ、その1年間ぐらいあの生きたテーマもあれば、もう即座に規制されたテーマもある、テーマカードもあるということなんですが、今日はですね、発売されて速攻規制された期間のランキングで早い順にトップ3、こちらね調べてまいりましたんで、ちょっと間違ってたらすいません、多分合ってます、調べてきたんで発表していきたいと思います。まずは第3位、ウィッチクラフトサボタージュ64日間。こちらのカードはですね、2020年の6月の18日、ウィッチーズソーサリーという、まあ、このパックで実装されたんですが、規制されたのが8月の20日ということで、64日間の命でした。約2ヶ月約2ヶ月で、リミット入り、まあ、収穫と。おめでとうございます。ウィッチクラフトのキーカードですね、墓地からウィッチクラフトモンスターを蘇生するっていう効果を、まあ、持っています。2020年にあの実装されたカードなんですが、もうね2020年くらいになってくると、もはや我々の感覚が麻痺してまして、なんかその環境のインフレ、がもうなんか当たり前になってきてるんで、なんか64日間でリミット入りされてもなんかへーしか思わなかったっていう、あなるほどねくらいしか思わないっていう、もう感覚の麻痺具合がえぐいっていうねのはあるんですが、まあ、そうは言っても冷静に考えてください。皆さん冷静に、新しいカード実装になりました、2ヶ月後にはリミット入りしますって意味わかんないじゃないですか。意味わかんないですよね。そんなあのこのカードはそのリッチクラフトっていう、そのマサキアンズとは全く関係ない、カードなんだけど、レベル報酬にあったウィッチクラフトをあのサポートするカードでありましてね、まあ、これが一気に環境デッキの仲間入りをしたわけですよ、ウィッチクラフトデッキが。なので、まあ、まあ仕方いた仕方ないというか、まあ、ウィッチクラフトマスターベールっていう、あまりにもヤバすぎるそのモンスター効果に対してのがあまりにも理不尽な制圧をしてくるメスガキがいまして、でそいつのせいですね、基本的には、まあ、そいつのせいで、まあ、あのサボタージュいっちゃったかなみたいなところはあるんですが、まあ、本当ねコナミさんって環境調整がめちゃくちゃうまいので、新しいこのウィッチクラフトをデッキ一気に環境トップに踊り出させた上で即規制するって、やっぱね環境調整がうまい、非常にうまい。はい、というわけで第3位はウィッチクラフトサボタージュ64日間でした。さあ引き続きまして第2位は黄金色の竹光36日間、36日間です短すぎ。2018年の、1月の1日にこのプライマルバーストというカードに、パックに実装されました、この黄金色の竹光というカードなんですが、このカードはですね、皆さん先行リーフワンキルってご存知ですか。あのね2018年の1月1日、まあ、元旦ですねにこのカードが実装されまして、リンクス界はあの悪い意味で新年早々お祭り騒ぎです。悪い意味で、元旦から繰り出される先行ワンキルの数々、圧倒的リーフ環境の到来です。リーフフェアリーっていうカード皆さんご存知ですかね。このモンスターなんですが、このねこの葉っぱがねめちゃくちゃ強かったんですよね当時。あのこのカードの効果は、装備された自分フィールド上の装備魔法カード1枚を墓地送ると500ダメージを与えるよっていう効果なんですが、この500番をひたすらに無限に1ターンに何回も使ってワンキルするっていう、コンボと、このドローソースである黄金色の竹光っていうカードがすごく相性が良かったんですよ。だからリーフフェアリーに装備する魔法カードをその黄金色の竹光かなんかで引いてきて、でひたすらに墓地送っていくっていう、まあ、そういうコンボですね。妖刀竹光っていうカードもあって、それがこれなんですけども、このカードを、もうすごく、相性が良くて、リーフフェアリーとこれあのリーフフェアリーに装備して、こいつ装備してね、
これを墓地送ると、これ墓地を変えるとまた黄金色の竹光を持ってこれるんで、竹光カードを手札に変えるっていう効果があるんで、これでひたすらにドローを加速していくっていうね、まあそういうね、まあほんと激ヤバコンボ、激ヤバコンボです。これが成立したってことですね。なんと成功率は一説によると6割とかもとも言われていて、まあ、当時デュエルリンクスにはこの先行リーフワンキルを止める手段っていうのがあんまりありませんでした。まあ成立するとね、結局この何がやばいかっていうと、このゲームこのリーフワンキル環境が、そのリーフエアリー召喚して成功したらまあグッとグッとグッとですよね。で失敗したら絶賛するっていう、まさに神ゲーといったところです。神ゲーですね、これは。神ゲーでした。当時のデュエルリンクスでは本当神ゲーで、普段そのカードのリミット発表まではその環境に対して何にも反応しないんですよ、リンクス運営っていうのは。なんですが、なんとですね、このリーフフェアリーのこのワンキルが流行った時は、1月1日にこれ実装されたんですけどね、1月の5日くらいにはね、ツイッターかなんかで確か多くの皆様からご意見をいただいていますっていう、なんか異例の異例中の異例のその規制を匂わせる発言をしまして、コナミがこれ異例でしたね。今考えてもこの対応は異例だったんじゃないかと思います。でそして2月の5日に無事この、黄金色の竹光が、規制になったということで、まあ、非常に短い命でしたね。36日っていう、まあ、1ヶ月くらい、約1ヶ月で規制にリミット1になりましたと。まあ、そろそろね、禁止カードとか出てくるんじゃないかなと思いますけど、今のところデュエルリンクス禁止カードは出ておりません。さあ、そして栄えあるですね、第1位ですね、もう分かってる方、もう気づいている方、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、一応発表します。発売後即規制されたカードランキング第1位はカイトロイド、24日間、おめでとうございます。24日間です。24日、実装されて24日後に規制されました。なんだこのゲームこのゲームはなんだ、神ゲーか。2019年の、11月の18日、これ書いてないかな、これ11月の18日に実装されました、このカードね。確かね、なんかログイン報酬だかビンゴ報酬だか、なんかそういう系のイベントのなんか報酬かなんかですね、で実装されまして、でですね、その後12月の11日に、まあ、リミット発表、リミット適用になりますので、24日間、1ヶ月を持たなかったっていうね、リミットまで、実装からリミットまで1ヶ月持たなかったっていうのが、もうあまりにも伝説のカードです、これ。神のカードです、これ。伝説です、これ。このカードを超える、まあ、カードはおそらくですね、今後も実装されることはなさそうな、そのくらい、規制早かったカードですね、このカードは。でね、当時は、その、ワンキル環境が加速していまして、まあ、ブラックフェザーとか、こういうね、ブラックフェザーデッキとか流行ってたんですが、この、まあ、ワンキルデッキに対して一応カイトロイドを握っておくと、そのなんかワンキルを防ぐことができるよみたいな感じで、多分おそらくコナミは実装したと思うんですよ、このカードを。なんですが、こういうカードのいけないところって皆さんよくご存知だと思うんですけど、高校ワンキルをするデッキ側がこういうカードを入れ出すんですよ。わかります？その高校ワンキルを防ごうとしてこのカードを実装したにもかかわらず、高校ワンキルをするデッキが先行耐えるためにカイトロイドを入れ出すっていう、そのあまりにも皮肉な現象が起きるわけですね。だから高校ワンキル逆に加速するっていう、そういうことです、簡単に言うと。でこれさらに闇深いのはこのカード、なんとですね、当時 KC カップの直前に実装されたんですよ、これ。その頑張って調整してきたそのガチ勢の皆さんのデッキの調整を嘲笑うかのように、直前に、ほんと直前に書いてると実装してきやがりまして、で、KC が終わった直後に規制されるっていう、直前実装直後規制っていうの荒らすためだけに、環境をコナミがその KC カップの環境を荒らすためだけに実装した説っていうのも実はありましてですね、あまりにも闇が深いカードです、そのカードは。どれだけユーザーを混乱させたら気が済むんでしょうか。当時ですね、ガチプレイヤーからは本当非難の声が殺到しまして、本当になんか本当炎上事件みたいになったんですよ、ちょっとだけ。僕は KC カップを走らないライトユーザーなのですけども、さすがにこれはないかなと外野ながら、思っておりました。まあそんぐらいこのカードの実装と規制は、なんだろうな、ユーザーを混乱させるため、コナミが、まあコナミの陰謀とでも言いましょうか、まあ、そういうカードの筆頭ですね
もう二度とね、二度とこんなことはしないでいただきたいというふうに思ってます。はい、さあいかがでしたでしょうか、発売即規制カードランキング、あの闇深いランキングだったのでね、こういったことが二度と起きないように私は注意喚起を、これからもしていきたいと、思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バーイ。